いい加減くだらぬ遊びはやめたらどうだ。僕にとっては遊びじゃない。そこらをうろつく小悪党にお前が探し求める奴がいるはずがない。まあお前のあふれる怒りを収めるために必要な儀式だというなら別だがね。見えたよ、お前の未来。お前とカイザー・リョウのデュエルは僕の勝利で終わる。出たカードはザ・チャリオット、完全なる勝利。ほう、お前にも私と同じく未来を予測できる力が備わってきたか。いや、さよう。あなたが僕を占うとき、そのカード以外が出たことはない。勇気十代と戦ったときも本当は僕の勝ちだった。だがあなたは僕に負けを命じた。勇気十代との関わりがお前に新たな成長をもたらす。あの程度のデュエリストが？確かにあなたの予言は常に僕が最強のデュエリストとなるための最短の道を示してきた。だがあの学園に行くなど無駄だ。僕の目的はプロリーグを制覇し世界の頂点に立つこと、そして必ず奴を見つけ出すこと。エド、私の見る未来に間違いなどない。いいでしょう。カイザーとの対戦後早々にその問題にも決着をつけます。